西宮市の西宮神社で、およそ330年前から神主らがシャムを綴ってきた御社用日記をカビや害虫から守る虫干しが行われました。西宮市にある西宮神社の虫干しは、夏の恒例行事で神社や地元の歴史を広く知ってもらおうと2019年から一般公開されています。 御社用日記は、およそ三百三十年前から。代々の宮司らが、神社内外の出来事などについて、綴ってきたもので。千八百十一年には、神前にマンボウが奉納されたとの記録も残されているということです。奉納した後に見せ物、見世物として、非常に、人が、人々が興味を持ったというふうに書いております。あの、まあ、味も、真夏のようで、惜しかったというふうな、記録が残っております。 今日は神社の職員らが県の重要有形文化財に指定されている。二百十二点を畳の上に開いて広げ。カビや害虫を防ぐために風を通していました。昨年に続き二回目です。ちょうど江戸時代の文書について研究しておりまして。西宮神社のこういう文書も、あの先生を通して、あの研究しているので、そういったものを見に来ました。 仙宮に関しての記事が今西宮神社で仙宮がされているのでとても興味深いと思いました西宮神社では今後も貴重な資料を後世に伝えていきたいとしています